に入団して以降、キャリアの大半をスパルタク・モスクワを過ごした。四百二十八試合に出場し、百ゴールを記録している。二千四年に当時チームメイトだったマクシム・デメンコ、ウラディスラフ・バシクと共に、ドーピングが発覚し、一年間の出場停止処分を受けた。チトフはクラブからの解雇は免れたものの、デメンコ、バシクは、その後、解雇された。 スパルタク・モスクワの首脳人との間で度重なる衝突を経た後、2008年8月に新興クラブの FC ヒムきに移籍。翌2009年2月15日、FC スパルタク・モスクワ時代のチームメイトのアンドレイ・チーホノフと共にカザフスタンの FC ロコモティフアスタナ入団。地震初の海外クラブでのプレーだったが、2010年の初めに現役を退いた。 ロシア代表としては2002年 W 杯でプレーするなど約10年で41試合に出場し7ゴールを挙げた。ありがとうございます。